で、UAV 出していきます。さあ、B 付近来てるんで、しっかりと腰打ちで狙っていく。ナイス。インナー。かかってこーい。腰打ち？腰打ち？気持ちいい。はい、どうも、ジャヌダルクです。というわけで、今回も、コールオブデューティーモバイル、早速ね、実況プレイやっていくんですけども、またまた新武器というか、新しい新バリアント武器ですね、が追加ということで、いや、本当はね、今日別のランクマ行ってる動画用意してたんですけど、急遽ね、最新アップデートの紹介ということで、こちら、ストアの方にある、ニューイヤー2020年武器クレートのストライカーニューイヤー2020っていうね、まあ、何のひねりもない名前なんですけど、見てください、この見た目。なんかまあ、とりあえずめでたいっていうのがなんか伝わってくるよね。ハンドガードの横についてるのがロケット花火で、こっちがチャンバー付きのなんかこうロケット花火だよね。多分リロードモーションとかも変わってくるんじゃないかなってことで、今回ちょっと注目したいところの新武器なんですけども、なんかね、これ確率というか、これが表示されてないんですよね。そう、一応これって、確か課金のパーセンテージっていうのは表示しないといけないっていう法律があるんですけども、これなんかね、バグでまだ表示されてない臭いんですよ。これは、どうなんですかね。もしかしたらね、0.3% とか 0.1% とかの可能性もあるので、なかなかね、怖いところではあるんですけど、まあそんなこともなく、多分まあ良心的な運営さんなんでね、きっと10連ぐらいで出てくれるでしょう。いきます。いや、最近も武器の追加多いよね、マジで。動画のネタが多すぎて困るんだけど、すごいね、今、コールオブデューティーモバイルのストックが溜まってて、結構まあその、実力売りはしてないんだけど、私自身が。ただまあやっぱり、ちょっとね、そういうコツとかも上げたいなって思って一生懸命やってるんですけど、ちょっとね、その、アップデート要素が多すぎて、なんかアップデゲインになってますよね。はい。ちょっとまあそこは気をつけていきたいところなんですけども、まあまあ来るものはやっぱ最速でね、紹介していきたいので、よかったら皆さんね、通知が届くようにチャンネル登録とか、高評価していただけたらなと思います。なかなか出ないですね。まあ10連が720コインなんで、そこまで高くはないんだけど、そろそろ来てほしいところではある。お願いします。来い。あ、今日なんかそろそろ来るパターンだわ、これ。0.8% ぐらいだから、多分そろそろ来るね。うん。来ないね。まあそう言ってたらね、結構来るんですよ。まあそろそろですよ、そろそろ。来なくね？あれ？今回ちょっと運悪くない？いや、最近のガチャ動画すべてね、もう20連か30連ぐらいで当ててるわけなんですけど、今回だいぶ渋ってんな。これやっぱあれ表示されてないから 0.8% 以下の可能性もあるわけなんですよ。なきにしもあらずなんで、ちょっとね、頑張って当てていきたい。これやばくね？運営さん？もしかして詐欺ってる？詐欺ってる？これ。待って。高すぎじゃない？何パーセントやねんって話やん。おい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 。なんとか表示法っていうのが確かあるはずなんやけど、お前乗ってへんよな。なんでなん？ないよね。普通さ、これ毎回下の方にランクインしてくるんだけど、最近追加された、ほら、ドリームクリスタル系が乗っちゃってるから、ごめんなさいね、これ、後から追加されちゃったら申し訳ないんだけど、うわー、もう最近課金動画ばっかだな。そろそろ自重しないとマジで金額やばい。あれ？もはや課金もさせてくんないんだけど。ははは。一回、再起動しますわ。はい、ということで、やっとね、なんかバグも治ったみたいなので、再度課金やっていきましょうか。はい、無事1万コイン課金と。いやー、そろそろ出てくるよな。もう、元はといえば、あそこでパーンって出てきてくれてたら、こんなことになんなかったんですよ。数時間も待たされやがってよ。はい、ということで、引いていきましょう。来ないと、なかなか出ないよね。いや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 、もう完全新武器ではないからさ。おー、やっと来た。見た目のね、バリアントが変わってるぐらいだから、あれなんだけど、いやまあとりあえず出たな。なんか虚しいわ。結構今回課金しちゃったから、なんかテンション上がんなかったね。はい、ということで、ストライカーニューイヤー2020。こちら能力の方が武器でのキルで、まあ移動速度が一時的に上昇っていうね、感じですので、まあこちらもちょっとやっていこっか。はい、ということで、これからもね、こういった形で、コールオブデューティーモバイルの最新情報だとか、上げていきますので、もしよろしければ、通知が届くように、チャンネル登録、高評価、お願いします。それでは、早速やっていきましょう。はい、ということで、まあ、見た目結構変わってますので、一回落ち着いてね、カスタムマッチの方で見ていこうかなと思います。さあ、ということで、見た目すげえな。一回撃ってみましょう。はい。まあ、弾も普通に廃墟されてて、で、リロードすると、ここからやっぱ入れるんだね。リロードモーションは特に変わってないけど、見た目はとりあえずごつくなってると、すごいね。なんか横にこう、広がってるよね。はい、じゃあキルしてみるとどれぐらい速度が上がるか。うわ、ほんとごくわずかだね。見たらわかるけど、一瞬周りの画面がこう、なんだろう、スピードアップ状態になるんだよね。ほら。わかる？わかる？わかる？ただ、これ走り始めた段階ではもう全然速くなってないから、ほんとごくわずかって感じ。すげえなー。あんまり効果ないね。
はい、ということで、まあ、一応まあ目視ではできるぐらいは上がってるんだけども、ほぼほぼ意味ないこちらのカスタマイズ、使っていこうかなと思います。リロード長。はい、ということでクロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。で、これ最新アップデートではないんですけど、次のシーズン3ですね、あとまあ10日ぐらいで入るアップデートなんですけども、まあ、そちらの方でショットガンが全体的に強化入るみたいで、今まで構えてた時の、まあ、メリットっていうのがなかったんですよね。まあ、確かにポンプアクションだとかレバーアクション系のね、ショットガンであれば、多少プラスはあったんだけども、他のショットガンが腰打ちと、これ構えた時の差が全くなくて、まあ、そこの強化が次入るらしい。うん、ありがたいよね、とりあえず。そう、だから今までのコールオブデューティとか、他の FPS って、構えた方が、こう、弾のこの散らばりってあるじゃないですか。ペレットって言うんですけど、まあ、この散らばりが多少ね、抑えられてるんですよね。だからまあ遠距離でもいっぱい弾が当たると構えた方が。そう、まあそれが普通のまあ FPS だったんですけど、モバイルではそれがちょっと薄いなーってことで、まあこれからね、ちょっと強化が入ると。ナイス、オッケー。いや、いいね。やっぱ腰打ちでこうばらまくのって相当気持ちいいよね。さあさあ、ちょっと投げ物とか来てるので、トロフィー焚いていきましょうか。よいしょ。で、UAV 出していきます。さあ、B 付近来てるんで、しっかりと腰打ちで狙っていく。ナイス。いいね、その奥いるね。ちょっとあの距離はさすがにショットガンじゃ無理なので、一回下がります。いや、ハンターキラーね、ここでぶつけると、はっ、ハンターキラーくん？オッケー、ナイス。さあ、ステルスエイマーに溜まった。いや、ここのさ、もうドミネーション B のこの、何、角待ち超気持ちよすぎるんだけど。さあ、では早めにステルスヘリ出していきましょう。オンラインね。さあさあ、どうしようかな。敵のタイプいただこっか。これで遠距離もある程度さばけると。なんかフラグ来てんね。危な。オッケー。ちょっとタイプ使っちゃったけど許してね。いやー、奥なんかクソに持ってんな。あれ殺しに行こう。やっぱこういう時こそこのショットガンですよ。待ってろー。待て待て待てー。あっ、嘘嘘嘘。びっくりびっくりびっくり。うわー、最悪。多分そこでリスポーンしたパターンだね、さっきのやつ。でも敵も多分びっくりだろうけども。いやー、マジか。あそこから湧いてくると思わなかったな。そう、やっぱカウンター UV 出てるから、あれだよね。敵の位置全くわかんないよね。さあ、50対26。だいぶ勝ってますね。B 拠点か A 拠点、どうしよっかな。ここ A 拠点行くのも結構強いんですよね。で、敵さんがさっきクソイモってた方がいたので、多分 A の、最悪の建物の方でイモると予想してるんですが、果たして、ビール。待って、うーわ、それ開幕負けるか、打ち合い。強いね。結構こっちバッチリームだったんだけど、負けちゃったな。まあ、やっぱああいう時に構えて、打ってたらワンチャン勝ってるかもしんないみたいな。そう、それがね、次回起こるから、ワンチャン革命が起きる。ワンチャン革命、ワンチャン革命。さあ、ではここで使っていきます。スパロー来い。ケアパッケージ来てんね。いやー、てかなんか C 取られてる気がする。大丈夫？いた。オッケー、ナイス。さあ、スパローでカットで、奥から湧いてきてるのが何人か。そこです。マジで？そこです。うーわ、救援物資マジで全部がちょっと恨みに出てるんだけど、ちょっと、あ、てかここのリスポーンありがてえ。ここだったらすぐ B が守れる。いや、マジか。スパロー刺さらんかったな。で、多分来るんでしっかりと見て来い。よいしょ、ナイス。まあ、ストライカーももちろんのことながら、BY だとか、あと HS だっけ？ね、レバーアクションのやつ。あれもなんかま、強化来そうですよね。オッケー、ナイス、ハンドガンキル。いいね。さあ、ハンターキラー構えて。よいしょ。いんな。かかってこーい。腰打ち？腰打ち？気持ちいい。さあ、ストライカーじゃないわ。ステルセリ2周目回したいところではあったんですけど、もう終わりそうだな。とりあえず出すだけ。出しておこっかなー、なんつって思ったけど、残念ながら終了。はい、ということで。いやー、まあ、綺麗にダブルスコア差で勝てたんでよかったんですけど、なんだろう。ショットガン自体はやっぱり、ワンショットワンキル持っていけないと、ほとんどね、やっぱ今作使うメリットないんじゃないかなと思ってるんですけど、けど意外とね、なんかランクまでストライカー使ってる上位勢いるんですよ。もう一個のなんか4連式のショットガンあると思うんですよね。BO2 の、なんだっけな、名前。1216だっけ？あー、そうそう、これこれこれ。HS2126 だ。そう、これに関しては、誰も使ってないんだけど、意外とストライカーはね、いるんですよね。そう、全然珍しくないんで、そういったところをね、僕はただ使わないだけですけど、意外とね、皆さん結構、頑張ってらっしゃるのかなと。それではちょっとカスタム変えてもう一試合やっていきましょうか。はい、ということで、クラッシュのフリーフォールやっていきたいと思います。さあさあ、ということで、この前なんか動画でフリーフォールやったら結構ハマっちゃったんで、こちらでバチコリとやっていきたいんですけど、ちょっと開幕なんか、ディレイがなかったですね。もうちょっと待たせてほしいところ。さあ、今回フリーフォーってこともあって、サプレッサーつけてきました。まあ、こちらをつけることによって、あら不思議、敵にバレずに殺せる隠密行動。お、目の前湧きしてる。危な。どうしようかな。これ仮ポイントとして、向こうとそこのリスポーンで狩ると結構ポイント稼げるところですけども。いやー、どこだお前。ここ脇か。ここ脇だったらこっち行こっか。ちゃんとマインも焚いといて。いるね。いるいるいる。これがショットガンのイカ土地。サプレッサーだからマジで音聞こえないね。ていうかさっきいたね。2126。そこです。オッケー。まだいる。弾切れここで。
腰打ち。いや、これ、リロードが遅いんだよなぁ。シャコ、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 シャコ。はははは。お、ナイストリップマイン、やってんね。さあ、弾入れたんで、これで突入していきます。マカ、浮いた、気がする。いや、気がするっていうか、いるね。角待ちしてる。は?あいつ当たり判定。オッケー。放置か。え、けど、あそこって湧く?湧かないよね、あんまり。ハンターキラー投げつつ、いるの、ここバレてんね。バレてるんで、しっかりとカット。待って、ハンターキラーお前、そこでご主人に背く?マジ、そういうちょっといらないから今。結構ガチめだから。あれ?またウィール。うわーってか殺された。なんだろう?え、ここ湧いたっけ?あそこの上。この上もなんかいる。なんか上こもってるの多くね?なんだこれ、キルレーゼか?こんにちは。腰打ちマンボ。からの、お前もカット。これでもう大丈夫やろ?いたな。腰打ち、失礼する。オッケー、ちょっと激ロだけど大丈夫。しっかりとリロードかましておいてから、一回ちょっと戦線離脱。どこ行った?いた!危な!手前いるね。こっちから絶対来るから、いや、違うな。先体行ったな。二人いるよ、そこ。殺す。オッケー。待って、後ろいる。これ多分バレてる。バレてる。たま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 、リロード遅いよ。切り替えて。いたな。危な!こいつ、あれだ。ショットガンだ。デスマシン!デスマシン、危なっ、キーチー。結構うちはカツカツっていうか、こいつ自体がファストマグつけないとめっちゃリロード遅いから辛いところがある。いるかな、いたいた。ストライカーでカットしたいよ。オッケー、ナイス。いるね、そこ。ちょっと HS 組んでしっかりとナイスいける。お前もオッケー。 HS 強くね、意外と。意外とやで、意外と。多分ここ以外では全く使えないと思う。さあ、ハンターキラーじゃなくてプレデターで、これカットで、ハンターキラーもナイスカット。いきます、そこです。スパローナイスキル。はい、ということで、無事勝利。いやー、なんかあれだね、敵もショットガンいたんで、課金のやつかな、課金じゃない、無料でもらえたやつか、面白かったですね。はい、ということで、今回は、新しくね、追加されたストライカー、ニューイヤー2020使わせていただきました。まあ、もともとこの効果は、日刊クレートの方でもらえるショットガンと、全く同じ効果ですので、特にまあ、目新しさはなかったんですけども、まあ、見た目に関してはやっぱ変わってたんで、なかなかいいんじゃないかなと思います。はい。一応まあ、先ほど言った日刊クレートはこちらですね。はい。これが多分全く同じ効果と。はい、ということで、これからもね、こういった形の動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。